平成28年6月16日、阿蘇市宮地の阿蘇地域振興局で、台湾人特派員によるインバウンド事業の説明と記者会見が開かれました。この事業は、平成28年熊本地震の発生により、九州への外国人観光客の来訪者が大きく減少していることを受け、阿蘇地域の魅力と正確な情報をソーシャルネットワークサービスを利用して広く海外へ発信しようというものです。説明会では阿蘇地域振興デザインセンター副理事長の草村大成高森町長が、正確な情報がアジアで発信され、阿蘇地域の観光が前向きに進んでいくことを目的としていますと、事業内容の趣旨を述べました。続いて台湾人スタッフであるジョエル福沢氏が、今年の2月6日の台湾南部地震の際に日本からたくさんの支援をいただきました。今度は台湾の出番だと思い協力することにしました。滞在するのは1ヶ月ですが、それで終わりにするつもりはありませんと力強い挨拶がありました。ジョエルさんは6月30日から7月31日まで阿蘇郡市町村をホームステイなどをしながら、観光施設や温泉地はもちろんのこと、農業や林業、畜産についても広く発信を行っていく予定です。